してやってきましたし、その権利を勝ち取ることができたっていうのはすごくまたモチベーションになることだと思いますので、1ヶ月しっかり準備して、はい、相手どこになるか分かりませんけれども、全力を尽くしたいなというふうに思いますし、その権利を勝ち得るためにこの大会が無事に開かれたということは本当に感謝を申し上げたいと思います。うちは全員アマチュア選手で、はい、フルタイムで仕事をしながら大好きなフットボールに打ち込むということをテーマにやっていて、で私自身もそういった経験を積ませていただきましたし、はい、それを今の選手たちも非常によく仕事の面も一生懸命やってくれていますし、サッカーも一生懸命やってくれているので、はい、非常に難しいとか厳しいっていう表現をされるんですけれども、はい、まあ、確かに難しさはあるんですが、でもだからこそこういった真剣勝負の場があることの嬉しさというか喜びはあって、まあ、カテゴリー関係なく熱いものをこう持って戦えるというのは素晴らしいことかなと思います。まあ、関東リーグ昇格っていうのもずっと目標にやってきたんで、まあ、本当最後の最後までやっぱり気抜かずに、まあ、今日も多分まだまだ反省点あると思うので、はい、そこ1ヶ月あるんでそこをしっかり修繕して、臨みたいなと思います。まあ、このグラウンドでやるっていう部分でやっぱり自分的には、まあ、個人的にすごい気持ちも入ってて、まあ、その中でゴール取れたってことはすごい、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったです。まあ、ここまで今シーズン無敗で来てるんで、まあ、そのまま勝ち切ってしっかり自分たちで、掴み取りたいなと思います。はい、いい意味で、まあ、狂ってる人しかいないと思うんでそこがもっとね、見てもらえればと思うんですよね。はい、本当に仕事にも一生懸命やってますし、はい、その上でサッカーもかけてて、はい、このカテゴリーだからこその面白さも絶対あるんで、はい、そうですね、もうちょっと注目されてもいいなとは思いますね。で自分もやっぱトップでやってて、トップがプロでやってて、はい、こう来たんですけど、まあ、レベルも高いなと思いますし、その人間性もすごいいい人たちも多いんで、そうですね、もっともっと注目されていってほしいカテゴリーだなとは思いました。本当に勝ててよかったですね。で今日もメンバーかなりこう、ね、入れ替わるような状況だったので、はい、そういう意味でも、まあ、結果が出てチームの底上げになったなというところで良かったというふうに思います。そうですね、まあ、前半終了の、ね、ところで点を取れたというのもあるし、でそこでこうフォーメーションをちょっといじろうかなと思ったんだけども、選手たちはそのままでいいということだったので、まあ、そのまま継続してやるという感じにはなりました。まあ、1ヶ月ありますので、まあ、トレーニングする機会も、まあ、我々土日だけですので8回ぐらいかな取れると思いますのでね、トレーニングマッチを含めてまたじっくりこうやりながら準備をしたいなというふうに思います。はい、